花山田は、浜弓馬僧による日本の漫画作品。漫画タイムキララフォワードにて、2011年6月号から2018年4月号にかけて連載された。よさこいに青春を捧げる女子中学生たちの活動を描く物語。タイトルは、ヒロイン5人の名前の頭文字を並べ替えたアナグラムで、ある。原作での舞台は、神奈川県鎌倉市周辺。また、 登場人物の名字はそれぞれ鎌倉の地名から取られている。容姿、学力、運動能力といったことすべてが平凡なことにコンプレックスを抱きながらも映画やおとぎ話などのヒロインに憧れる中学2年生の女の子、関谷なる。彼女は始業式の月を和服を着て踊る金髪の少女を目撃して私も連れてって妖精さんと反射的に叫んでしまう。 その後、我に帰って帰宅しようとするなるに、金髪の少女は別れ際に、迎えに行きますと言った。翌日、なるのクラスに、アメリカからの転校生がやってくる。その転校生こそ、昨日の少女、花エヌフォンテンスタンドだった。花はなるに、よさこいを一緒にやろうと誘う。花は以前来日した時に見た、皆で一体感を持って踊るよさこいに憧れ。 自分もやりたいと思っていたのだった。人前で踊るのに抵抗があったなるだが、とりあえずメンバー集めだけでも手伝うという名目で、花の活動に付き合い始める。なるの幼馴染みのささめややは、花が騙して、強引になるお変なことに巻き込んでいると思って、警戒し、なると口論にまでなってしまうが、必死でよさこいの練習をするなるを見て、なるを応援することを決める。その後なると花は、 なるの幼馴染みで三年生の西五門民をよさこいに誘う。当初は乗り気に見えた民だったが、いろいろな習い事などをしているため時間的に難しいと断ってきた。その裏には、そういった習い事をやめてまでよさこいをする意味と覚悟を父親に指摘されたことがあった。だが、なるの言葉で覚悟を決めた民は、父に、 立派な娘と認めてもらうためだけの習い事などをやるのではなく、自分のしたいことをやりたいと、改めて父を説得。こうして、なる、花、民、そして、自分のバンド活動がある一方で、名前を貸してくれたややの4人により、よさ恋い部が発足した。だが、その後、ややの様子がおかしくなり、なるたちを避け始める。その理由は、ややの所属するバンド、 ニードクールクオリティが解散を決めたことが原因だった。そのことを知って、ヤヤを元気づけ、代わりによさ恋をやろうとするなるたちに、ヤヤは反発、売り言葉に買い言葉で喧嘩となってしまうが、最終的に仲直りし、ヤヤも本格的によさ恋部に参加する。ところが、よさ恋部がこのままでは廃部になるという知らせが入った。その理由は、臨時の部顧問だった。 時はサリが非常勤講師であり、正規の教員でないと部の顧問にはなれないという規則のためだった。さらにサリが学校を辞めるという噂まで流れ始め、サリの妹であり、同じ学校の3年生で、民の友人にして、生徒会長でもある。時はまじは、かつてサリが実家から出て行ったことに対する確執もあり、サリに対する反発を強める。だが実際にはサリは、 上勤講師になる採用試験を受けており、これに無事合格。サリーはよさこい部の正式な顧問となり、廃部の危機も免れた。それと同時に、ための仲介でサリーとの確執が解けた、マッチもよさこい部に参加する。だが、離婚して別々に暮らしていた花の母と父が復縁し、家族3人で暮らすため、花はアメリカに帰ることになってしまった。ヨさこい部を作った。 中心人物である花が不在になってしまったが、それでもなるたちは4人でよさこい部として夏祭りに出演することを決める。そのステージの本番直前、花がアメリカから舞い戻ってきた。よさこい部のことなどを花から聞いた花の母は、花を日本に送り返し、よさこい部5人による夏祭り参加が実現した。2学期に入ると、よさこい部入部希望の紙が、 ふえばランという一年生から送られてくる。だが、いつまで経っても当人は、現れず、花屋なるが直接本人に会いに行こうとしても、いたずらで振り回される。実はランは、バンドをやっていた、ややに憧れており、よさこい部からややを取り戻そうとしていたのだった。そんな騒動の末、ランもよさこい部の活動に参加し始めるが、なるが、鎌倉ポンコツ祭りに部で出ようと提案すると、ランは、 非常に消極的になる。ランは、同じく一年生の十二章は、子と共に、以前から、同じチームでヨさこいをやっていたが、そのチームを抜けたこと、同じ祭りにそのチームも毎年参加していたことが、ランが、消極的になった理由だった。今のランの状況を知った和子は、自分もヨさこい部に入部すると言い出したが、今度はランが、和子がいるならヨさこい部を辞めると言い出した。ランが、以前のチーム、 鎌倉真由隊を抜けたのは、より高いレベルの踊りを求めるあまり衝突を起こしたのが理由だった。だが、やややなるの説得により、ランは、よさこい部の港祭りに出て、和子やかつてのチームメイトに、自分の成長した姿を見せると、和子に宣言。そして、祭りにて、楽しく踊る姿を和子たちに見せ、以前暴走していた自分のことを謝罪する。 ランが自分やチームのみんなを引っ張ってくれると思っていたワ子も、楽しく踊るランを見て若い。その後は子は、ランが良ければ、チームに戻らないかとみなが言っていることを伝えるが、ランは、今のよさこい部やその部員が好きだからといって断る。それからは子も、本格的によさこい部の活動に参加。そしてややのバンドの限定復活の話、文化祭に向けての予算獲得などの騒動。 町の進路をめぐる騒ぎなどを経て、7人で文化祭のステージにてよさこいを踊るなるたちの姿で、物語は幕を閉じる。2014年7月から9月まで、テレビ東京にて放送された。原作の第1巻から、メンバー5人が正式な部員となって、夏祭りのステージを成功させる第5巻までの内容が、細部の違いはありつつも、おおむね原作に沿った形で、映像化された。 テレビアニメ版から原作へと逆輸入された描写やエピソードもあり、例えばテレビアニメ版では第10話で夏祭り直前の出来事として描かれ、原作では第6巻に夏祭り後の出来事として収録されている合宿のエピソードはテレビアニメ版のスタッフから提案されたエピソードを原作者が気に入って取り入れたものであるという。テレビアニメ化の企画が立ち上がり監督の石塚敦子が オファーを受けた時点では、原作漫画は第2巻までが刊行されており、2012年の秋頃には主要な制作スタッフが決まった。テレビアニメ化の発表は2013年12月に漫画タイムキララフォワード市場にて行われた。同誌連載作品のアニメ化は、夢食い、メリー以来3年半ぶり、テレビ東京で漫画タイムキララ系原作作品が放送されるのは、かなめも、 以来5年ぶりとなる。同年6月28日に開催されたイベント、次屋に。2014夏では、テレビアニメの紹介と第1話の先行上映が行われた。また、テレビアニメの放送開始に先駆けて、公式アプリケーションなるアプリが、Google Play、iTunes ストア上にて配信されている。オープニングアニメーションに登場する江ノ島電鉄、鎌倉高校前1号。 踏切よさこい楽曲提供 BD, DVDCD。ありがとうございます。